こうしてぼーっとしてるの嫌いじゃないんだよね。ねえねえ柔道、イルファンの生活はどうだった？やっぱり都会って感じ？ちゃんと友達とかできた？別に割と普通だったよ。何そのそっけなさ。柔道って解説 C のくせに私にだけすっごい冷たいよね。被害妄想じゃない？いいからちゃんと話す。10秒以内。1、2、3。医学校では看護師のプランさんがよくしてくれたよ。でも教授を迎えに行ったら赤い服の女の子に襲われて医学校に戻れなくなっちゃった。おかげでミラと出会えたんだけど、あ、友達って言えばエリーゼって女の子と知り合って。ああもう分かりました。たくさん女の子の友達ができてよかったね。レイヤも相変わらずだね。これ以上は平気だってば。これくらいでへこたれたら一緒に来た意味が。なんだ、行き止まり？秘密の場所への入り口かと思ったのに。よし、戦うしか。
ないんだよね。戦いは好きじゃないけど。ついてて音がするんだって。へえ、そうなんだ。妙だな。作業途中で打ち捨てられているように見える。レイヤー、何か知ってる？ううん、もしかしたら事故とかで危険だからって閉鎖したのかな。大丈夫かな。でもね、やるしかないんだよ。うん、気合い入ってるね。だってこう燃えてくるものがあるじゃない。どっちが早く見つけられるか勝負だよね。もちろん注意してね。レイヤーに何かあったら。柔道は昔からすぐにそうやって言うんだから。私の心配よりも今はミラの心配でしょ。さてっと、やっぱ見えるとこに都合よくなんてないね。ミラは待ってて。それは精霊の化石のようだ。この色間違いないだろう。けどこんな細かくちゃ。
奥から風が吹いている。行き止まりじゃないってことか。レイヤとミラはここで待ってて、この先は一旦僕だけで。ジュードには負けないよ。本当に危ないってレイヤ。だからみんなで行くのだろう。さっさと行くぞジュード。うん、ジュード一人にしたら私の期待見ないでしょ。とにかく気をつけてよ。ありがとう。大丈夫だよ。柔道と同じことを言うのだな。ブロンドは柔道が言っていた通り何の変哲もない田舎町だったな。確かに田舎だけどね。けどルロンドにはすっごい名所があるんだよ。ほう、どんなところだ。その名は宿泊どころロランド。美味しい料理と家族的な雰囲気が素敵な癒しの宿だよ。うん、美味しい料理か。それってレイヤーの家でしょ。確かに家庭的だけど、家庭的すぎて料理を残すとお説教されるし、寝坊すると叩き起こされるし、あんまり癒されないかも。うるさいな、営業妨害。でも本当のことだよね。お前たちのような人間を育んだことこそルロンドの最大の特徴だな。なかなか見つからないね、精霊の化石。レイヤー、やっぱり戻った方がいいよ。体のこともあるしさ。体のことっていつの話してんの。病気なんて子供の頃の話でしょ。そんな昔でもないけど。うるさいジュードが出始めたよ。なんだよそれ。ジュード、イルファンに言っていい感じになったと思ったのに。いい加減そういうお人よしやめようよ。もうレイヤってば、真面目に聞いてよ。拒否、聞こえない。
好きじゃないけど。
レイヤー、やっぱり。ねえ、ところで精霊の化石って何なの？マナを失った精霊がこちらの世界に定着し石になったものだ。もうマナを失うって、まあ言ってみれば死んじゃうみたいな感じでしょ。でも死ぬなんてあんまり聞かないよ。都会じゃよくあるの？さあ、ないと思うけど。精霊も昔はたくさん死んじゃったってことかな。大半は私が生まれる以前の話だ。どういうこと？今度詳しく話すよ。それよりも先へ急ごう。意地悪ビあ、ちょっとこれぐらいで怒らないでよ。今何か聞こえなかった？何かって？ほら、やっぱり何か鳴ってる。この音、どこから？あった！精霊の化石だ！やったね、柔道！早く向こう側に行こう。じゃないけど。
いいじゃない。必要な分は持ってるんだから。
された思い出しかないけど、こうしてぼーっとしてるの嫌いじゃないんだよね。また地震？いや、今のは。レイヤの根術こそ相変わらず容赦ないね。ふふふ、久々に勝負してみる？そうか、ジュードが言っていた一緒に護身術を習った幼馴染とはレイヤのことか。うん、最初はレイヤのリハビリでね。そうだよ、私のお母さんが先生で厳しい修行を一緒に乗り越えたんだ。そうか、だがいじめは感心しないな。おへ？容赦なく柔道をボコボコにしていたんだろう。いじめじゃないよね、レイヤ。当たり前でしょ、私が柔道をいじめるはずないじゃない。うわあ、ごめん。なるほど、レイヤに悪意がないことは分かったよ。場所は間違っていないようだ。動いてる。精霊の化石のかけらだ。ということはさっきのはこの奥に。でも石が勝手に移動するなんて。
ありえないことでも、他に可能性がないなら真実になり得る。覇王の卵理論か。そういうことになるだろう。ここからは本当に僕一人。柔道はミラをお願いね。ちょっと待って、レイヤ。音が大きくなったり小さくなったりしてる。気をつけろ。すごい。下がれレイヤ。え、危ない。銃だ。銃だ。やつの頭だ。あれは精霊の化石。レイヤ、出過ぎないで。私が取るからね、柔道。こいつ額に精霊の化石を持ってる。この魔物は精霊の化石を取り込んで自分のエネルギーに捨てるのか。解説してる場合じゃないでしょ。離れ、解説するね。レンガの一気にかけろ。さっそりだ。撃ち抜け。今から行くよ。僕だってこれくらいは。やった、今のうちに精霊の化石を。待って、僕が。私だってできるよ。やった。ほら、レイヤ、危ない。させるつもりはないぞ。いや
ミラ、使えたんだね。医療人テクス。ミラ、まったく、よくもこんなものを考えてくれたな。ミラ、痛みはどう？想像以上ではないが、なかなか答える。私がどじったから。だがおかげで精霊の化石を手にできた。むしろ礼を言いたい。ありがとう、レイヤ。ミラ、町に帰ろう。僕は車椅子を。よかった、壊れてないみたいだ。これからミラが使命を果たすためにはまだ誰かの支えがきっと必要になる。僕のなすべきことは、うん。すまないが、こうしているのも限界のようだ。ミラ、大丈夫、眠っただけだよ。ジュード、帰りは私がミラの車椅子を押すから。お、
うん。どうしたの一体。だってさ、ミラすごいんだもん。ん？急に意味がわからないよ。いいでしょ。ただ私もミラみたいになれたらなって思ったの。気がついた。よかった。柔道。どこか怪我はない？鉱山に行ったのよね。どうして黙って行ったの？母さん、ごめん。柔道。あなた。二人に何かあったらどうするつもりだった？最悪の事態を考えなかったのか？できることをしないなんて。僕は父さんと一緒じゃないから。お前は、もう許してやってほしい。柔道はやり遂げたのだから。立てるのか。二人のおかげだ。無理しちゃダメだよ。もう早く座って。うん。あなた、レイア、すぐに治療院へ行きなさい。はーい。さてと、しばらくはリハビリだね。うん、世話になるな、レイア。全然オッケー、任せてよ。ジュード、痛むのか？うん、大丈夫。
偏接風が吹く時期なんだね。けどミラがこんなに早く退院できるなんて、王先生もびっくりしたんじゃないかな。知らないよ、父さんとは全然話してないし。彼女は支度が済み次第来る。こんなものが届いた。え、何これ、手配書？指名手配までされていたと。別に迷惑かけてないでしょ。何をした？文面を見る限り何かを強奪したとも読めるが。奪った？イバルにあの時渡してた何か、ひょっとして。イバル？なんでもないよ。それで何？ミラに文句が言いたいの？父さんはミラが嫌いみたいだし。やはりお前は子供だ。彼女のことを分かっていない。彼女はミラ。心配は無用だ。うん、いい風が吹いているじゃないか。散歩でも楽しもう。そうだね、海底にでも行こっか。ゆっくりね。彼女は何があろうと自らの力で歩く。なぜかわかるか、ジュード。なんだ？これは。そんな、今になって。さっきの手配書、何したの？イルファンで会ったんだよね、ミラとは。何か関係あるの？ミラ、ラシュガル軍の兵器を壊そうとしたんだ。
人っていうものが使われてるから、それから世界を守るのが自分の使命だって。人。エリーズ、どうしてここに？ね、お見舞いに参りました。しかし、もう歩かれているとは。ああ、ジュードたちのおかげだ。どうへ。お久しぶりですね、ジュードさん。はじめまして、ローエンと申します。あ、どうも。医療人テクスというのですか。これでこのわずかな期間に。ねえ、ローエ、しばらくこっちにいるの？ドロッセルお嬢様からしばらく休むよう言いつけられました。エリーゼさんがミラさんに会いたいとあまりに申されるもので。僕たちのせいじゃないぞ。この頃ローエン君がぼーっとしてたからじゃないか。らしくないな。いえいえ、私も悩みはいっぱいありますよ。少し私も考えるところがありましてね。うん、ゆっくりと話を聞いてやりたいところだが。僕たち明日にでもルロンドを立つつもりなんだ。ジュード、君は。いい加減わかるよ。そんな病み上がりの体で、イルファンに一体何があるのですか？クルスニクの槍と名付けられた兵器だ。あれだけは、あれがある限り、精霊も人も破滅へと向かってしまう。ラシュガルの王様が作ったんですか？イルファンを目指す、それはガンダラ要塞へ向かうということです。あなたをあんな目に遭わせたあの場所、ミラさん、恐ろしくはないんですか？そうだな、私にとって恐怖があるとするならば、それは使命を果たそうとする志の火が消えることだけだ。なんでミラ君がそんなに頑張んないといけないのさ。私はマクスウェルだからな。世界を守る義務がある。マクスウェルですと？精霊の？ミラが？ミラ、本当に？アングリー。でもそんなこと関係ないよね。ミラはミラなんだから。じゃあ外で話し込んでないで戻ろっか。あ、そうしよう。準備はできたの？うん、なんとか。夜になって突然明日立つなんて言い出すからびっくりしたわ。ごめん。ジュードが決めたならいいのよ。父さんは？まだカンカンよ。そう。さて、
もう行こうと思うが、いいか。え？まだ船が出る時間じゃないよ。わざわざ見舞いに来てくれたんだ。出発前にローエンとエリーゼに挨拶しておくべきだろ。うん、そうだね。